四郎の音楽魂。はい、こんにちは、加納義郎です。1週間ご無沙汰しております、間に合いましたね、何が間に合ったのか言ってみろって、また電車がねちょっと止まっちゃってね、なんか線路内の、うん、割と火災のようなね、ことでしたけどもね、横須賀線がね止まりましたけど、いろいろありますね、なんとかいろいろありますけどもですね、うん、無事で ね毎日過ごしたいものですけども、はい、はい、ということでおなじみ高橋誠さん、こんにちは。どうもこんにちは、イエイ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、また愛知がすごいことになってますね。ちょっと皆さん、どこ気をつけてください。これちょっと、いつもねモニターで、どこですかこれは。愛知県、愛知 県、ね、愛知県今大変ですね。やっぱりその自然の猛威って ね怖いよね、一番ね。下の方もね、僕の生まれ故郷というか、福岡のね、あの方もね、いろいろ被害ありましたけどですね、本当に鹿児島も地震があったね、強い地震が。そうなの、震度5強だね。5強だったかな、うん、なるほどね、怖いね。もうなんかいろんなところが揺れて、あのね、逃げ場がないっていうことよ、だから覚悟を持っていきましょうっていう。覚悟を持っていきます。そうです。松下俊美さんでございます。こんにちは。おはようございます。おはようございます。ね、高知の方は大丈夫ですか？今のところでもね、危機感持ってますよ。あちこちこう挟まれて、四国はないから今にどっかんと来るんじゃないかっていうね。つながってる。つながってるみたいね。なるほどね。ちょっと心配みたいです。やっぱりなんとか今をね、一生懸命行きましょうということでね。早速ですね。はい、今日はね、待ちに待ったゲスト、ご紹介しましょう。町健こと町田健介さん、はい、こんにちは、どうも、よろしくお願いします。いや、もう健介、楽しみにしております。親父と同じ名前なんですけど、高橋健介さん、マジで健ちゃん、なんか呼び捨てにできない感じ。健介とか言えないで、そうだね、そういう父親も、ありがとうございます。お父ちゃんだね、町田健介さんといえばですね、はい、今回みたいにソロでね、見えるってことはね、初めて、ね、そうですね、前回ね、デュオで出させていただいたんですけども、ソロでは今回初めてね、前回シータイさんとか、あと、上奥さんの時は一緒じゃなかったんでしたっけ。あ、上奥舞子の時は違いますけどね。そうですか。ただ、彼女とはよく一緒にやってるね。ね、一緒にやってたり、あと、小路大志くんのね、レコーディングの中に入ってたりとかね。そうなんです。そういうのから僕は知ってたんだけど、この放送、ラジオ局にもう昔、もう十数年前来たことあるらしい。そうですね、20年ぐらい前に。本当ね。まあいろんな出会いがあったんですね。そう、私たち。ニアミスはいろいろしてますね。高橋誠さんはご存知だったんですか。もちろん知ってましたよ。ね、そうなの。一緒に何回か一緒にライブやったりやってますよ。もう、そうなんだ。周知の中ですね。いや、俺だけ知らなかったんだね。なんかね、すいません、筑豊の男で、僕はあんまり友達いないんで。というね、今日は楽しくねやっていきたいと思いますけども、町田健介さんといえばですね、ちょっと今日VTR 撮ってますが。この、ジャンクジャングルキッズというね、はい、素敵な本を出されました。小説なんです。小説ね。あなたすごい、もともとそういう才能あるの。いやいや、歌はね、もう食うためにはいろんなことやりますよという感じですか。なるほどね。しかも、はい、この見てください、これ、ね、皆さん。そうですね。この絵。これがまたね、ちょっとおしゃれですよね。ね、あ、そうですかね。うん。すごく、なんとか今風というか。うん。タッチがいい感じ。いいタッチなんですよ、これ。中にもね、いろんなこういう、ラジオお聞きの皆様にはね、お伝えにくいですけども、そうですね、こういうイラストがね。精密画的な感じですね。うん、どんどんこう、書いてありますけどもですね、これほら。これすごいね。これ、中のそのイラストも全部自分でやられてて、もともとそういうお仕事とかあったんですか。そうですね、デザイン会社に勤めてましたんで、まあここら辺はまあ一応プロですね。なるほどね。まあ音楽も一応プロですけど、ね、もう何でも屋さんですね。何でもできるというのはすごいね。俺できないもんだって。もういや食うために。あ、俺食うためにね、和菓子職人やってた。5年やってたからね。うん、右に出る人はもう
2人ぐらいいや、でもその中でやっぱ音楽をね、こうやってやり続けるっていう ね、うん、ね、ことって素晴らしいと思うんですけども、今日はね、CD もね、持ってきていただいたんですけども、まあ、町家さんからは、よくね、生の方がいいんじゃなかろうかっていうね。そうですか。うん。ありましたけど。生声、生ギター。生声でちょっと行きますか、はい、今日、高橋誠さん。行っちゃいましょうか。行きますか、やっちゃいます。こんなところにギターが。ギターが。なんだろう、ちょっとごめん。ちょっと用意します。ええ、一曲目何やりますか。メンディーバストクロス。お、いいですね。
声高いね。声が高いっていうのはね、寝起きでそういう声が出ると素晴らしいわね。声が高いというのはやっぱりあのこう突き抜けるようなね、ね、素晴らしい。がなってるだけですけれども。いやいや、がなって聞こえないよ。がなってるのは俺よ。九州弁でオラブって言いますね。同じ種類だよ。というね、今日はね、町田健介さん、お越しいただいておりますけども、いかがでしょうかということで、町田さんは、あれですか、普段、まあその、ブルースとかっていうことじゃなくて、もういつ頃から。ブルースですね。もう、ね。うん、あの大体弾き語りでやってたんですか、なんかバンドにいたとかっていうことはないんですか。バンド、俺バンドって実は あまりと俺も友達少なくてですね。本当友達バンドやりたかったんですけどね、うん、なかなかあの一人で、一人が多かったですね。なるほど、まあ、あのセッションみたいな感じでね、うんうんうん、あのいろいろ友達はたくさんいるんですけども、うんうん、あのセッション的なことではね、うんうん、あのずっとやってくれる人なかなかいませんでしたね。それであれですか、そのなんかその、北海道でね、はい、生まれて、うん、いつもう若い頃に東京にもう、うん、大学受験で、そのまま東京にって感じですね。いや学生時代からもういろんなところで歌ってたんですか。いやそうでもないんですよ。割とね、うん、割とちゃんと真剣にやり始めたのって遅いんですよ。40歳ぐらいになってからなんですよ。それはその なんていうかなこうライブハウスとかで。そうですね、始めたんですか、うんうん、その今まで その CD とかっていうのを結構いろいろ作ったりしたんですか。そうですね、40ぐらいになって、うん、それこそあの今はもうあのレーベルがないんですけど、あの川崎の、はい、あのチッタレーベルっていうのが、うん、あの一時期あったんですよ。20年ぐらい前。あ、そうなんですか。遠藤道郎さんとか、うんうん、伊藤美京君とか、ああいう連中、うん、結構ねそうそうたるメンバーがあの出してたレーベルなんですけど。あ、そうなんだ。そこで出させてもらって、それが で ここも20年ぐらい前にあのそうなんですか。出させてもらって、その時はあの、はい、町田健介っていう名前でやってたの。そうですね、町田健介ですね。あ、そうですか。うん、まああのね、結構いろんなご苦労もありましょうが、うん、でもねできるからね、生きていけるもんだって、うん、このデザイン、ね、生きていけるようになりますね。いやでもあのいろんな自分のまたこの一緒にこういうあの本を出す、小説を書くとかね、うん、あのそれもそうだし、自分の才能がこう今一番花開いてる時じゃないですか、うん、まああのまあ、表現っていう意味でね、うんうんうん、あの歌うのも、うんうん、そういう、まあ、デザインするのも、うんうん、まあ、ものづくりっていう意味ではなんか僕にとっては一緒なんですけどね。なるほどね、よくなんか手広くやってるなみたいな話を言われるんですけど。いやいや、でもね、あのそういう才能って今あの僕なんかは全然そういうのあんまりないんだけど、もうその例えば博多のバンドとかもロックンロールだったら、うん、もうロックンロールしかできんみたいなね、うん、もうこれしかできんたいねっていうのが40年来たらまた それはそれでかっこいいわけよね。かっこいいですよ、美しいですでも そういういろんなね、うん、分野で長けてるっていう人にはなかなか僕出会ったことないんでね、うん、音楽もね、あの一応ブルースって言ってますけど、あの、うん、まあ何でもありなんですよ。ああなるほど ね、あの、うん、別にあの結構ブルースってあのブルース好きな人ってこうやっぱりこう、ま、うん、すっごやっぱり追求してくる人が多いじゃないですか。そう、こだわるんだよね。こだわる人がすごい、うん、だからもうマディウォーターズじゃないとダメだっていう博多のやついっぱいいたからね。そう。もうビービーキングで聞いたらつまらんばいみたいなね。そうそう。なんかね。もうよく言われたのは。別に日本語でやんなくてもいいじゃない、いやオリジナル作る必要ないじゃないとか、あそうそうそう、そういうのもあ言われるよ、僕しょっちゅう言われたもん。あだ自分はそんなブルースにはまり込むっていうことはなかったんですけど、でもあんまりね、なんかやっぱりそれぞれの心の中のブルースってあるじゃないですか。いや、もっと自由でいいと思うんですよね、うん、なんかね、だからそういうこう枠に
こうはめ込むのも僕もどうかなっていうね最近思ったりもするんですけど、あのね、マコさんいかがでしょう。まあやりたいことをやればいいと思いますよ。ね、あの貴重なご意見を一言でまとめていただきましたけども、ね。松下さんあったあたりはどうですか。いや才能があればね、うん、何でもやりたいですけど、うん、でも先ほどおっしゃったようにこれ全部音楽とか絵とか同じところに横につながってる感じがする、ね、これはねすごくね、青春時代のね、そう面白そう、うんうん、もうあの悪ガキどもがね、うん、秘密基地作ろうぜそう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 、そういうのがね、いろいろ出てる。これ映画にしたらいいんじゃない。あ、そういう話もあるんですけどね、うん、ある、はあのやりたいねっていう話はある、うん、ね。で俺出ようかちょっと何してんの。でもあの子供の頃秘密基地作ってたでしょ。みんなあったでしょ。近所のね、うん、あの建築資材置き場があって、はい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 、そこにみんなで住んで俺さそういうの大好きでさ俺商売やってて裏が倉庫とかになってたのよ。で大体野良犬とか野良猫そこに俺は持ってきてたのね。そうそう、そこでちょっと買ったりなんかしてたんだけど、であの遊び場がそんなないからもう商店街で商売やってるから路地裏しかないわけ。で裏で遊んだりあのちょっと 河原でねそういう基地作ったりとかね、そういうのはありましたけどね。これ楽しいね本になっております。これ、あのこれはどこで購入できましょうか。あの近くの本屋さんに行ってですね、ええ、あのなければあの、うん、こういうの欲しいって言ったら本屋さんに取り寄せてくれるんですよね。そうですよね。ジャンクジャングルキッズね、はい、これは町田健介さんですよね、ブルースマン町田健介が描く新感覚少年冒険小説いいねいいね、これ小説ですからね。ねえあの金尾義郎物語っていうのは今度できるんですけど。あ、そうなの。本当に。うん。え。いつかね。そうですよ。自伝書けば、自伝書けばいい。そう。俺は面白いよ。波乱万丈な、ね。はっきり言って青春のもんよりも絶対面白いと思う。俺の書いた方が。これすぐ映画になるよ。そんなことない。しかし面白いこと結構いろいろありましたからね、僕もね。面白い。誰かに書いてもらうとか、ネタを言って。そうなんですよね。あの、まあ、文才は僕あんまりないですからね。あの、そういう意味で言うと。最近ちょっとトゲしいことをふっとね、松下俊美さんもね。あの、そうですか。うん。あの、ということでね、町田健介さんの今後のスケジュールとかっていうの近いところ何かありましょうか。あ、ね、ライブスケジュール。そうですね、それこそあの、ね、これまだオフレコかな、うん、あの大内浩二、はいはいはい、大内浩二の、うん、ふるさとの日立市の大鶴村がすごい大打撃を受けてるんですよね。でそれのチャリティーを、東京でやるの。チャリティーをあのまず大内浩二が、うん、チャリティーライブを、28日に三鷹でやるんですけども、7月の、うん、はいはい、それで僕はね、その時には出られないんですけど、ちょっとそこで、うん、そこら辺の、チャリティーライブ週間をあのその大内浩二だけじゃなくて、いろんなゲストが他の人も やりましょうっていう話が今盛り上がってるっていうか。場所はいろいろ変えるんですか。それが三鷹のバイユーゲートという、そのお店で、お店で、バイユーゲートライブハウス、そうですね、そこで7月の31日に、うん、やろうかという話を昨日7月は31日あるかね。あ、あるね、うん、あ月曜日、うん、そこにだから、まあ、その時はまだ大内浩二にもまだ話してないんですけど、うん、まあ暇だったらゲストで来てくれるかもしれないっていう、かなりレアというか、まだオフレコに近い状態の情報ですけども、情報ぶっ込んでいろんな人が集まる。そこら辺もちょっと今調整中です。なるほど、そうかそうか、うん、まずはその大内浩二の、うん、僕の情報じゃないですけど、大内浩二の7月28日そのチャリティーライブっていうのはこれは決定してますんで、それは町君さんも一緒に、その日は僕はね出れないの、出れなかったんで、そうかそれでちょっと僕は出ましてもらう感じ。そうかそうか、そしたらその31日の間っていうかには
31日かひょっとしたらっていうことね、うん、そうですね、うん、あのほぼ決定だって言うと思って、うんうん、なるほど、あのいや本当ね、うん、あの大鶴村の彼ね、うん、大鶴村を舞台にした、うん、こうね、オリジナルと結構たくさん作ってますけど、うんうん、その大鶴村がもう本当大打撃状態になって、そうそう、それでね、もう下の友達からもその時もその最中に僕もいろいろ連絡あったんですよ、うん、ああ、そうそう、それでまあ、いろんな形でね、いろそれぞれができるようなことがね、うん、できれば、うんうん、まあ、私もちょっとその福岡帰ったりすることもまたあるんで、あのそういう時でもいいし、まあね、あのそれぞれができるそれぞれのやり方でね、うんうんうん、まあ、特に自分の我が町っていうことになるとね、うん、あの浩二君も、まあ、いろいろね心配もある、うん、あると思いますけどですね、うんうん、まあ、あんまり無理ないようにね、そうね、うん、だからそういうなんかね気持ちで、うん、自分のできることを応援したいなっていう人がいれば、うん、28日とか31日に来て、うん、まあ、募金とかしてもらえれば、そうだね、うん、あ俺も行こうかな、じゃあ、うん、金曜日空いてたから、ね、28日金曜日だね、うんうんうん、そうかそうか、そういうね、予定になっておりますけどもですね、はい、町田健介さん、どういう方、あのパターンっていうか、そのライブ月に何本とかそういうのあるんですか？そんなに決めてないんですか？うん、でも大体月どうかな、 5本ぐらいかな。あ、じゃあ、ま、週1ぐらいのね。そうですね。でメンバーもその場所その日によって変わるんだ、変わってて、あのパーカッションでやったりとか、うん、まあ、ギターとかでサックスが入ったりとか、うん、いろいろ組み合わせていろいろ面白い連中が、うん、あ、で友達いるじゃないですか。いますね。俺はだっていないもんサックスみたいなね、いろいろ、ね、楽器で その場限りですけどね。俺大体まこっちゃんとウォッカの、あの誰だっけ、たけしぐらいのしか友達いないんだぐらいっていうぐらいそんな、いっぱいいると思うよ。 あと司君もね友達まあでもね、いろいろ広がっていけばね、この番組もね、やり始めてちょっと長いことになりましたけども、うん、最初はワンクールでね3ヶ月ぐらいやらせてもらおうと思ってたんですけども、もう気がついたらもう9年ね、すごいですね、すごい長寿番組になりましたね。いやいや、まあでもいろんな方とこう出会って、それで、お話もできたっていうことはね、僕にとってはもう財産だね、うん、うん、もう貧しさは変わってないですけど山田さんお笑いされましたけどということでね、話ばっかりになっちゃいますけども、はい、今日はね素敵なですね、町健さん、町田健介さんの、歌声を、はい、楽しんでおりますけども、なんかいきますか、楽しそうな曲がありましょうか、いきましょうかね、これじゃあ、まあ、ブルースとね、うん、その表裏一体になってる音楽のジャンルでゴスペルっていうのがありますね。ゴスペル、はいはいはい、これはもうやっぱり黒人にとってはこうコインの裏表みたいなもんでね、やっぱり両方やっぱりこう感じないと、うん、なかなかやっぱりね、なんか一面だけ見ちゃやっぱりあれで、うん、やっぱりこういろんなこういい面悪い面いろんな側面がありますんで、だからゴスペル好きの人もね、やっぱりブルースを聴いてもらいたいし、うん、ブルースの好きな人もやっぱりゴスペルも聴いてもらいたいなと思う。ああ、なるほどね、はい、ということでゴスペル、うん、行ってみたいと思います、はい、ダンバイザーリバーサイド、おお。Nobody
はい、ということでですね、Down by the Riverside。なんかここが教会みたいな、教会みたいなね、楽しい感じになりました。川崎 FM5 のひとときですけどもですね、今日は町田健介さん、お、なんかあの誰か来ました、後ろ、あ、ちょっと中入ってくださいよ、後ろ、後ろね、あのあれですね、上奥舞子の、はい、タオさん、あ、タオさん、うん、あ、タオさんね、はい、はいはい、どうもこんにちは、ようこそいらっしゃいました。ちょっと仕事で来れないかなと思ったので、ちょっと本当体調大丈夫ですか。あ、大丈夫です。本当にもう全然、本当普通に酒飲んでます。酒飲める、あ、普通に飲んでます、あ、じゃあマチケンさんとかはもう前からね、舞子ちゃんとかのね、うん、もうファン、うファン、ファンクラブ、ね、この間一緒に仕事したんですよ、そのデザインの仕事を一緒にしたりとか、デザインの、あ、そこも絡んでんだ、そうなんです、あ、タオさんもね、デザインの、まあもちろん、あの、助かります、ありがとうございます、ということでね、今日ファックスね、いろいろ来てますけども、松下としみさんの方からじゃあちょっと読んでいただきましょうか。はい、金尾さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは。キキさん、いつもありがとうございます、はい、特に先週の CD を流しながらの即席セッションは、キキさんの動画ならがなかったら見れませんCD を流しながらって何だっけ、シュンちゃんと2人で ね, ね、あ、2人で、あ、菊田俊介さんはね、先週のゲストだったんですよね、ブルースのね、合わせてね、セッションしたその動画をね、うん、すごい楽しかったって、あ、本当、そして、はい、マチケンさん、ようこそ、うん、考えたら木曜午後2時15分から、うんうん、2時半までの、スタート時間が変更して、最初がマチケンさんとシータちゃんのデュアルボイスでしたよね。あ、そうそうそう、デュアルボイスね、はいはいはい、あれから待ちに待ってましたばい、うん、デュエットでなく本気の張り声が川崎 FM で聞けるのが嬉しくてたまらんです、うん、今回は誠さんやとしみさんも含めて、うんうん、マチケンワールドに巻き込んじゃってくださいませ、はい、そういえばこの間はコージーの初ライブの、うん、場所阿佐ヶ谷で、はい、うん、やつとサイドの共演だったんですよね、うん、今回はコージーは8曲を13分で終えることはなかったんですかね、共演もされたんですか。あ、なんかね、コージーから聞いた、なんかコージーが緊張して、まあ、マチケンさんとのライブの時にね、初めて共演した時ね、初めて共演した時に、ね、緊張して、うん、なんだっけ、8曲を13分で終わっちゃったって、いや、早っ、びっくりしたんだけど、あのね、生まれて初めて人前でやったから、うん、あの、いわゆるこう終わったら拍手をもらうとか、うんうんうん、そういうこうシステムが分からなかったらしいんですね。え、あ、工事が、うん、工事、その時初めてだった、そう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 、だからこうガーって、うん、ライトニング、大体ライトニングホップですって、みんな同じ曲じゃないですか、うん、だからこうガーッと歌ってピタッと終わるんですよ、うんうん、ピタッと止まるの、うんうん、でみんな何が起こったか分かんないってシーンとなるでしょ、うんうん、またグワーってやり始めるんだそれは一曲一曲終わってたってことだ、ああ、そういうことなんだね、あ、続けてやったっていうことね、そう、だからこう終わりか、終わり方が分からなかったし、ああ、なるほどね、そうかそうか、そういう、こんなスタイラーするやつがいるんだと思ってびっくりしてる、ああ、ねすごいね、でもあれだよね、その工事はまあ九州、あの、まあ、ね、北、はい、北なんだけども、あの南の人と北の人との結構合うよね、僕何人か知り合い、北海道の、あ、で僕ね、あ、辻君も北海道なんだけど、ウォッカの、で、うん、あのウォッカっていうバンドのね、ああの、それで、まあ、そう、それもあるし、この間の、まあ、J ウォークのあの中村浩一さんもね、北海道なんですよ、あ、そうですよね、なんか結構この間もじっくり話せて、あの話ができて、うん、あのレニーウッドと今ね、うん、やってて、この間ちょっと僕の歌をね歌ってくれてるんで、あの何曲かちょっと歌っていただいてるんで、ゲストでっていうか遊びに行ったらもうちょっと歌えみたいになっちゃってほんで結局歌ってきたんですけど、うん、あのなんかね雰囲気がね両極端というか、北と南なんだけど、ね、あの両方ともおおらかというか、うん、大雑把というか、ああそうかもね、なんかこうどっかね
似てるとこありますよね、なんかね。だからなんとなく合うんじゃないかなっていうね、僕勝手に最近思ってんだけど。なんも私も毎年札幌は仕事で行ってたんですね、若い頃、うんうん、もうみんな口癖がいやなんもさ、なんもさっていうね。あーいいね、なんかね、ノープロブレム、ナンクルナイサーと同じ感じがしますよ ね、 あ、沖縄のね、うん、うん、なんかなしは違うんでしたっけ。なんかなしは博多だよ、ちょっと違います、うん、意味が、うん、絶対絶対だよ、なんかなし前してるちょっときついんだね、もうきついよ、はいはいはい、すいません。でこの番組はね、はいはい、動画配信されているこの番組は本当に素晴らしいと思います、うん、特に仕事の休憩の合間に聞いているオーラとかは、うん、ストレスを忘れさせてくれるこの番組のおかげでなんとか1週間頑張れているようなもんです、はい、本当に助かっています。これからも頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます。出演者の皆さんは何でも残っちゃうから大変でしょうけど、うん、そうそう、映像でね、映像も残るしね、あのね、もう俺今ね、なんかそのプライベートどの子のとかね、あの失敗したらいかんとかね、そういうことはもう思わんことしたん。でもおそらくもう大したことないもんね、俺のあれとかさ、あの有名人でもないし、でも、うん、別にそういうことはね、あの気にしなくなったんだよね、うん、人前でほら恥かけたくないじゃん、できるだけみんな、でもあんまり何も思ってないんで楽ですよ。年齢のせいですかね、それはね。なんかさ、なんか年をね、まあ、なんか、ってくと、なんかチクチク、いやいやチクチクじゃない、いやチクチクじゃなくて若い頃ってもそうなんです、いますね、なんか出ますよね、ご出演いただいてます、はいはいはい、マチケンさんにリクエスト、はいはい、ブルースを聴け、流木ボクシング、ライブオン、レイブオン、レイブオン、だけど何でも OK、うん、カナオさんはファニーエンジェル、はい、不良中年のすすめだけど何でも OK です、はい、何でも OK、 PS、 はい、マチケンさん、ね、当然と思ってまだチェックしてないのですが、うん、今年もお会いできるのを楽しみにしてます、うん、てか去年行けなかったから今年は必ず、うん、あの本家ジミークリフを聞いてもなかったオイラが号泣した名曲も聞きたいっす、うん、あ、どちらか九州行かれます。行きます。九州はしょっちゅう行くんですか。決めてるの。そうですね、年に1回は行きたいなっていうふうに思ってて。なるほどね、うん、で多分情報がもう行ってるんでしょうね、はいはい、うん、僕はね実はね、ここだけの話なんですけど、あの10月に長崎行きますね。お、長崎のちょっとイベントでね、ここだけの話、うん、ここだけの話長崎行って、その次の日はね、あの博多でやります。いいね、 B1 っていうところでやります。10月ちょっと広いですけど、それはもう決まりました。あ、そう、ここだけの話ですそれで、あの宣伝はねちょっと後でする。あのちょっと箱が大きいから、フライング的に、うん、あの箱が大きいから、うん、いくつかと一緒に B1 の場合やりますけど、まあ、なんあのちょこちょこっとね、うん、やって、まあ、母親があのあの北九州にまだいますんで、施設に入ってるんですよ、うんうんうん、でちょっとあの記憶がもう途切れてて、うん、まあ、あの僕のことはあんまりもう覚えてないっていうから、あの大声で母の前でちょっと 歌ってこようかなって、ね、思い出すかもしれん、ね、この後ちょっと思い出したんですよ。うん、帰りしなりね、最初会った時どちら様ですかって言われたもん。で帰りしなりね、あれは私の息子ですって言って、そういうもんですよね、あの記憶がなくなってもね、うんうん、歌おうかってこう歌うとね、誰か携帯のウィッっていう感じになった俺だな失礼しました。え、ということで、ファックスまた来てますでしょうか。他は、うん、ファックスは、え、ミキさんだけ、うん、ミキさんだけ、あ、本当、チャーリーさんどうでしょうか、ね、チャーリーさん来てないですね。あ、本当、お葬式かな、お父さん亡くなられた、あ、そうなんでね、うん、遺産相続で、うん、家族増えたし、ね、そうそう、面白い人がいますよね。先週も面白いファックスで、うん、これだけですかね、うん、はい、ということで、はい、町田健介さん本日のゲストですけども、なんかリクエストにお答えしますか、ね、町健さんのは、うん、とか、ね、かなおさん、俺やる、なんか何でもいいよ、うんうん、今日メールでリクエスト入れたんですけど、お、え、あ、ウェブ、メール、メールですか、メールじゃなくてウェブ、あ、マチケンさんに、うん、何、番組のカーテン、あ、FM カーテンの中に、あ、川崎の方にのやつに番組に打ち込むやつがあったので、はい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 、あ、それチェックだからちょっとできてないかもね、それは僕はブルースを聞く、おー、じゃあ2名
でもね、せっかくですから。いや、まあ、まだ時間ありますから、ね、俺なんかリクエスト不良中年やる、うん、不良中年かマリエンジェル、なんか僕も参加させてもらいたいな、ね、うん、あ、あれですか、してくださいよ、これ使っていい、で、あ、そう、ごめんね、マイクをねちょっと移動しますか。あ、あ、いや、僕のは大丈夫です、大丈夫です、うん、大丈夫です。不良中年の進めいきます、うん、あ、中村浩二さんもね、この歌歌ってた。そうそう、最近ね、うん、かっこよかった。いや、もともとだからその不良中年はあんまり歌いたいっていう人多くなかったんですけどあの風の中で盾が大体多いんですよね。で、中村浩二さんね、いらした時にたまたまリクエストかなんかでそれ歌った時にね、あ、これ歌わせてもらっていいですかって言われて、帰りにね、そしたらもうその日のライブで歌ったらしいから、ね、もうやった、もう、素晴らしい。だから風の中もなんか歌って、うん、くださってるみたいで嬉しいなと思って。不良中年すすめ、愛の手よろしくお願いしますよ。はい、はい元気です。愛の手いいですか、よろしく、いきますよ、はい、アワーツーピーパーな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 さんのリクエストにお答えしました、不良中年のすすめ、ね、この間言われましたよ、レーニーウッドの皆さん、中村浩一さんに、
ちょっとこう MC の中でね、不良中年のすすめをやらせていただきましょうってね。しかし不良中年を進める必要ないんだよね。不良ばっかりだもんだって進めるまでもなく、まで、ね、もなくじゃないかって、楽しい雰囲気になりましたけども、今日はね町田健介さん、小説、これはね、ジャンクジャングルキーっていうね、これ素晴らしいですね、うん、このデザイン、タオさん、このデザインに関していかがですか、町田さん。ちょもうちょっと全然絵のレベルでいくと僕らのもっと上手な方なんで、僕デザインだけどグラフィックじゃないんで、はい、専門が。あ、なるほどね。こういう絵を描いたりとかっていうのはもう全然町田さんの方がすごいです。すごいですよね。この仕事をいただいたのも、町田さんが考えた、要するに、まあ、いわゆるグラフィックを、僕は実物のものに作った。あ、そうですか。それを僕の方で図面化して作れるようにして、やったんです。本当すごい助かりました。本当餅は餅やって餅やすごいよね。ね、うん、あれあれで楽しかったですね。楽しかったですね。そうそうそう、ということでね、町田健介さん、じゃあ最後にね、今日はねリクエストの中からオリジナルナンバーをね、はい、やりましょうか。これレボン、これはどういう感じの時にお作りになったんですかね。なんかありますか、エピソードって。レイボーンって、これレイブって、こうレイブパーティーとか、とにかくどんちゃん詐欺しようぜやつ、朝までわーってやろうぜってのがレイブっていうことなんですけど、でもものすごい静かな曲なんですよ、あ、そう、それいいですよね。そういう感じがいいよね。なんかね、対局にこう僕はなんかこう、すごくこうものすごい楽しい時に、はいはい、でわーって楽しんだ時にふっとなんかこう自分がこう、音がなくなるような瞬間ってないですか。あー、わかる、それすごいわかる。楽しいんだけどなんかすごく切なくなる。うーん、すごいわかりますよ僕。みんながどんちゃん騒ぎしてんだけどスーッとなんか音がなくなる。わかるな。なんか僕ね、僕のことみんなね、わーわーオラブばっかりと思ってるけど、ほんとね、静かなね、ところっていうかね、逆に、もう、言葉もいらないぐらいのね、ところにずっとこう、立ってたりしたいんですよね。ね、うん、座ってたりとか。委ねるとこう、楽しいけど、なんか妙に切なかったりするじゃないですか。ああ、いや、わかるな。それをね、じゃあ今日はね、最後にいたしましょうか。まだ時間あるの？あるね。まあいいや。それ、ということで、まあ、レボン行きましょうか。はい。じゃあ、まこちゃんと一緒に。はい。気をつけて向こう
の幻想、夜が明けるまでしばらく話をしておくれ。でじゃないですかね、町田健介さんレボンの素敵な歌ですね、これね。ありがとうございます。なんかね、夜の歌だから真っ昼間に歌うのはなかなかねあれですけども、いや俺だって酒飲みの歌とか昼間から歌ってる全然関係ない。いやそれはね、まあ、あんまり関係なく自分の世界をね、いいんですよ夜の歌ね、昼間でも。大体でも普通のラジオって、CD かけて、で、グルメの話とかしておしまいじゃん。面白くないよね。また言われるな。失礼しました。また問題発急に、はい、そういうもんです。すみません。自分の宣伝しましょう。僕はあんま自分の宣伝しないんで、ライブスケジュール、つい、この間ね、マジカライブですね。7月17日、これ、高円寺16地、ね。これ、高橋誠さんと2人で、行きますが、高円寺16地。これはね、博多の、福岡の連中をたくさん集まりますが、ボーカリスト、
ボーカリストだ西村、西村くん、西村、何さん次行った方がいいね。三グループ出ます。はい。うん、あの十九日は横浜フライデーね。フライデー。で、まこさんとね、あの音楽魂ライブやりましょう。十九日横浜フライデー。で、29日が西大島バズハウス。はい。これも一緒です ね、ずっと一緒ですね。嬉しいね。うん、嬉しいよね。最近ライブ結構やってるよね。なんかいいじゃないですか。西尾島バズハウスね、バズハウスぜひね。これ7月29日。これはね、まあ、あのちょっとスペース的に狭いけども、うん、あのいい音楽好きがね集まって僕は素敵な場所だと思います。お楽しみいただきたいと思います。本日のゲストはですね、イエイ。イエイさん、マチケンさんことね町田健介さんです。素敵な歌ありがとうございました。ありがとう、楽しみました。またぜひね。そうですね。一時間あっという間でしょ。またなんかしましょうよ。ぜひぜひ。俺まっこちゃんとそんな知ってたと知らなかったもんだって。うん、俺ちょっとなんかあのやりたい一緒に、ね、また、ね、すごいいいよね。ね、うん、俺初めて聞いた。ね、あ、やりましょうよ。ね、俺でいい。ということでね、また来週お会いいたしましょう。動画も楽しみに。キさんどうもありがとう。ありがとうございます。高橋真子さんありがとうございます。ありがとうございました。松下としみさん。ありがとうございます。あ、太郎さんもありがとうございました。お元気で。ということでまた来週お会いいたしましょう。 See you next time。 懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る、好きさ。